栗原市栗駒に息づく伝統の染め、昭和日夜染め。平安時代から続くその技法は、栗駒山と波佐間川の自然、つまり昔から変わらない風土の中で女の手によって受け継がれている。私の生きがいの仕事だね。人と自然が互いに一緒に、愛に生きて、愛に来て栗原市。